桜ヶ丘中学校、高等学校は、三重県伊賀市に所在し、中高一貫教育を提供する学校法人、日清学園の運営する私立中学校、高等学校である。桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘高等学校は、英国全寮制、イートン校をモデルに、欧米の全寮制教育を日本へ導入を、コンセプトにして設立された。 かつては全寮制だったが、現在は自宅通学も認めている。桜ヶ丘高等学校は1966年に開校。過去公明は日清学園高等学校、日清学園第一高等学校、全日制普通科を設置している。かつては農業科、自動車科が設置されていた。桜ヶ丘中学校は1982年に開校。 過去公明は日清学園付属中学校。当初は日清学園第二高等学校の敷地内に設置されていたが、1988年に日清学園第一高等学校に移転した。1988年に日清学園第二高等学校の進学コース、日清学園付属中学校を日清学園第一高等学校に移転させ、両校を合わせて、 中高一貫校となった。中学校、高等学校ともに2015年に現在の公明に解消している。部活動では、ハンドベル部、吹奏楽部、放送部、クイズ研究部などが全国大会等に出場経験がある。卒業生ではないものの、過去に在籍経験のある著名人。ありがとうございます。